あ、でも小賀さんが連れてきてくれた。そうそうそう、拾ってきてくれた。雨が降ったら原付で走れないでしょ。Hey, ga, ba, ra, ba, ba, ra, ba.
ございました。飛ばした紙飛行機が君のベッドに届いたら、カーテンの隙間から目覚ましの気配、明け方雨が上がったから窓についた水滴がキラキラ星空みたいに光っている。悲しいの気持ちがどこか遠くでなって、どうかここまで来ませんように、来ませんように。
ブブブブーグッバイミュージックフォーエバーミュージックグッバイミュージックフォーエバーミュージックアゲインありがとうございます。Thank you.
Oh.
Thank you.
のトマトソースパゲッティいただきママいただきまし、ココ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 ヒーおそう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 いのに、白ご飯とパンを持ってきました。ライブでしたか、調子どうでしたか、キキ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 緊張した、でもなな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 なとかなった、メマ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 みんなでよろよろ喜んでくれた。ああ、あとは打ち上げ、乾杯を匂い、座布団はどうぞおくつろぎ、正座を崩し足を伸ばし、タクシーのうんちゃんと話してました。日本語で歌うの今日は調子どうでしたか、緊張した、でもなな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 なとかなった、ママ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 みんながよろよろ喜んでくれ、遊び遊び遊びたい、遊び遊び遊びたい、遊び遊び遊びたい、出てるバンド全部言えますか？ピーター・ジョセフ・ヘッド、三日月窃盗団、斉藤由衣、飯田健二、テニスコーツ、アンデルセンズ、すごい、ありがとう、あ、小森さんもありがとうございました、ありがとうございました、出ていただいた皆さんも本当にありがとうございました、はい、あ、ピエ、花眼鏡、それでは配信の元さん、元さんとお米、あ、元さん配信あと、もう一人、ツビー自己紹介、あ、アンデルセンズのツビーと言いますそれだけしかない、あ、そう、何歳ですか？41歳です、41歳、出会った時何歳でしたか？19歳
19歳の時に出会ったんですけどね。もう41ですか。もう41周年です。幸せですか。幸せです。水戸はどうですか。めっちゃいい場所です。楽しいです。好きな食べ物何ですか。アボカド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 ありがとうアボカドさよならアボカドさあどうやってありがとう終わろうぜそろそろだだんだん暑くなってきたそろそろいい加減に終わろうぜ終わろうぜそういえば渋谷さんの終電があるんじゃないっけありますね仙台に帰らなきゃいけないんじゃなかったっけそうです帰れるの帰れるかな帰れない二人井上陽水おいえミトベイブこんな夜にお前に乗れないなんてどうしようそろそろ収拾がつかない終わるかうまくまとめて次わかりました。今日は本当にお集まりいただいてありがとうございました。2回目なんですけどあの聞けるバンド初ライブでした。はい、聞けるバンドでありがとうございました。またやります2回目もやります。ありがとうございました。今回聞けるフェスミッドワンを企画をお手伝いさせていただいたアンデルセンズのツビーです。聞けるフェスはめちゃくちゃ良かったです ね各演奏者の演奏も素晴らしかったしお客さんもいっぱい来てくれましたし、まあ、有賀文庫の小堀さんの手助けとかこのねもみじ屋さんのうどんも出してくれたりとか、うん、だから本当に地域の人々のね、手助けなしには成り立たないフェスだったなと、うん、今振り返ると思います。はい、聞けるフェスの、まあ、開催に至ったいきさつみたいなのをちょっと説明してもらえばと。まずピーター・ジョセフ・ヘッドが来日するっていうタイミングで、うん、まあ僕の方でもそのタラクサカムというあの茨城県のミュージシャンを中心としたアルバムを作ったという経緯もありまして、まあ、何かできないかなと。あれは福島でプロジェクト福島あの盆踊りのイベントがあった時にさやさんともちらっと話をしてじゃあやろうかなって自分で決めたのがまあ本当にそのプロジェクト福島のその日ですね。へえ、それが一つのきっかけだったんです。そうですね、まあじゃあタラクサカムについてちょっと説明を。あのね、タラクサカムに関してはまあやっぱりずっと2年間ぐらいコロナ禍以降あんまりやっぱり活動してなくて、まあそろそろ何かやりたいなっていう時にまあ考えついたのがやっぱりコンピレーション、はい、同じ地域で、うん、まあ、暮らしをして生活をしてるっていう人たちと一緒に作ってみたいなっていうのがありまして、まあね、自分が茨城県に帰ってきたのが2017年なので、まあ、それ以降で出会った人たち一枚アルバムが作れたらなと思ったのがあって声をかけたのが始まりですね。かなりいい内容のアルバムにはなったなって思ってます。最後にこのケールフェスの動画をねこれからまとめることになりますが、はい、その動画を見てる方々に何かメッセージとか言いたいことはありますか。ああ、まあみんな聞ける
のウェブサイト自体はね、たくさんの人が多分聞いてくれてると思うんですが、まあその中のに入ってる各ミュージシャンたちの住んでる地域とかね、あとはまあどういう人たちかとかっていうのももちろん解説とかもあるから、ある程度はわかるけどやっぱりわからない部分もあると思うので、まあ今後あこんな感じで第1回やるんだったら第2回もこういう土地でやってみたいなとか、そういう人が現れてくれたら、まあ、僕のこれは勝手な個人的なあの感想なんですが、2回3回4回とどこか別の地域でもいいので続いてくれたら面白いんじゃないかなと、うん、まあ水戸が1回目だったのは本当に嬉しいですね、うん、2回3回4回とまあ年に1回ぐらいはずっと続いてほしいなと思ってます、うん、いいですね、そうなってくるとね、うん、まあもちろん水戸で2回目やりたいけどね1回目は水戸の感想1回やるとね、うん、どういう感じやっていいか分かるから、うん、まあただやりやすいよね。各地域ごとにいろいろ面白いスペースとか場所って絶対あるので、そういう場所を生かして多分手作り感のあるフェスってできると思うんだよね、うんうん、テニスコーツのお二人もやっぱりいっぱいアイデアを持ってるので、いろんなとこ回ってるしね、うん、いろんな場所も知ってるし人のつながりもあるし、うん、アイデアを持ってるので、ね、また全国各地で繰り広げられたら面白いんじゃないかなっていうのはありますね。素晴らしい展望です ね, ねそしたらまあ僕も遊びに行きたいけどね見に行ってみたい、うん、いろんな土地のミュージシャン、じゃあ皆さんぜひ企画してくださいあそうかも、皆さんぜひあの聞けるフェス第2回目企画していただいたりしたら面白いんじゃないかなと、はい、うん、本当にあの来てくれた方々ありがとうございました。そしてまた第2回目もやれればやりたいと思うのでよろしくお願いします。